ロシア軍の亀戦車、次々に仕留められ始める。砲弾への弱さ露呈。4月上旬、ウクライナ各地の戦場にロシア軍の見慣れない装甲車両がのこのこと姿を見せるようになった。 T62、T72、T80 といった戦車に屋根材や格子、網などの金属製外殻を取り付けた俗称亀戦車である。見た目は妙な格好をしているが、亀戦車は実は有効だ。いや、有効だったと言うべきだろう。というのも、ここ数日、ウクライナ側による亀戦車の破壊が相次いでいるからだ。戦争中に新しい技術や工夫が生まれても、それがずっと持つわけではないことの実例でもある。英国の兵器史家であるマシュー・モスは、数週間前にこうした展開を予想していた。向こう数週間、亀戦車はさらに増殖することになりそうだが、ウクライナ側はそのうちこうした戦車とより効果的に戦う術を見つけるだろう。ロシア側にとって亀戦車の問題点は、この使用は特定の技術的問題に対する技術的解決策だったということだ。特定の技術的問題とは、もちろん、ウクライナ側が毎月ロシア軍の部隊や車両に10万機差し向けている自爆型 FPV ドローンのことである。確かに亀戦車の大きな甲羅は、大抵の方向から FPV ドローンをブロックできる。また、一部の亀戦車の甲羅にへばりついているジャマー、電波妨害装置は、ウクライナ側のドローンの制御信号を妨害できるのかもしれない。ウクライナ軍で最近まで最も重要な弾薬だった FPV ドローンから身を守れる亀戦車は、比較的無傷でウクライナ側の陣地に近づくことができた。亀戦車は車体前方に装着したローラーで地雷を除去しながら車列を先導し、他の車両がウクライナ側の陣地に十分近い地点で歩兵を下ろせるようにしていた。ウクライナ側が FPV ドローンを中心とした陣地防御を強いられている限り、亀戦車はロシア軍の作戦に非常に役立つものであり、反面、ウクライナ軍の作戦にとっては深刻な脅威だった。とはいえ、ウクライナ各地に分散する小規模な施設で生産されている1機500ドル、約7万8000円程度の FPV ドローンは、ウクライナ軍にとって常にその場しのぎのものだった。ウクライナ軍はつい最近まで砲弾やミサイルが不足しており、FPV ドローンはそれを補うための手段だったのだ。ウクライナ軍の弾薬が不足したのは、米議会下院のロシアに融和的な少数の共和党議員グループの手で、米国のウクライナ追加支援が何ヶ月も阻まれていたのが主な原因だ。砲弾などを浴びると巨大な甲羅は乗員にとってかえって危険に。4月下旬になってようやく妨害が解けると、米国防総省は直ちに14億ドル、約2200億円相当の武器弾薬をウクライナに送った。米国から新たに供与された砲弾、ミサイルはチェコの主導でウクライナ向けに調達されている大量の砲弾と相まって、ウクライナの 1000km に及ぶ戦線の力学を変えようとしている。ロシア軍の連隊が攻撃してくると、ウクライナ軍の旅団は機体重量 900g かそこらの FPV ドローンに加えて、今では重量 45kg ほどの砲弾や 25kg 弱のミサイルを再び発射できるようになった。亀戦車が次々に破壊されているのはそのためだ。亀戦車が背負っている薄い金属製の屋根は、
500グラム弱の爆弾を装着した小型軽量のドローンの攻撃からは本体を守ってくれるかもしれない。だが、削薬量が10キログラムを超えるような砲弾に対しては役に立たないどころか、かえって危険なものになる。砲弾が甲羅を貫通して車両に火災が生じれば、金属に覆われた亀戦車はオーブン状態になりかねない。亀戦車の乗員にとっても問題が生じる。溶接された大きな追加装甲のせいで乗員の視界は妨げられており、車両が動けなくなった際には脱出の邪魔になる恐れもあるからだ。亀戦車の視界の悪さや機動性の低さは、この車両がひどいダメージを受けにくい限りは必ずしも大きな問題にならなかった。しかし、重い弾薬で攻撃されるようになった現在、乗員たちはそれを許容するわけにはいかないだろう。このままでは損傷時に中に閉じ込められる危険性が高くなるからだ。ウクライナ軍が今後武器弾薬の補充をさらに進めれば、突撃してくる亀戦車を仕留めるのはますます容易になりそうだ。そうなればロシア側はこの仕様の放棄、あるいは少なくとも改良を余儀なくされるかもしれない。ただ、視界や機動性を改善するために外角を小さくすれば、その分 FPV ドローンが狙える箇所は増えるだろう。戦争ではありふれたことだが、対策とそれへの対策が進化を続けていくことになるだろうとモスは記している。ロシアではなく、アメリカこそが戦争の原因である。本気でそう考える人々の世界観。NATO こそが戦争の原因を作っていた。ロシアによるウクライナ侵攻に際して、シカゴ大学の国際政治学者、ジョン・ミアシャイマーは注目を集めた人物の一人だ。彼自身が提唱者であるオフェンシブリアリズム、攻撃的現実主義の立場からは、NATO の東方拡大は望ましくないという主張をかねてから行っていたために、侵攻するロシアではなく、アメリカを中心とする NATO こそが戦争の原因を作っていたと改めて主張したからである。戦争の地政学より。だが、徹底して19世紀ヨーロッパ国際政治の大国間政治だけをモデルにして、ロシアの勢力圏の存在の認知を訴えるミアシャイマーの議論を、そのまま21世紀の国際社会に導入することは不可能である。戦争の地政学より。ただ、こうした見方は一つの視点に過ぎない。ウクライナ併合が自然な姿？では他の見方でロシアによるウクライナ侵攻をどう説明するのか。例えばプーチンの頭脳とも称されるアレクサンドル・ドゥーギン、その思想とは？2022年のロシアのウクライナ侵攻後もドゥーギンによって代表されるユーラシア主義の思想の影響が取り沙汰された。ドゥーギンは過激なウクライナ併合主義者である。ユーラシア主義の思想によれば、ユーラシア大陸の中央部に共通の文化的中体を持つ共同体が存在する。ユーラシア大陸の中央にロシアを中心とする広域政治共同体が存在する。この信念に従うと、中央アジア諸国やコーカサス地方の諸国のみならず、ウクライナのような東欧の旧ソ連圏の諸国は、ロシアを盟主とするユーラシア主義の運動に参加しなければならない。あるいは参加するのが本来の自然な姿だということになる。戦争の地政学より。ロシアが、プーチンが考えていること。それはウクライナが併合されるのが自然である。あるいは、ロシアが生存権を取り戻そうとしているのに、それを認めないのは不当であるといった世界観である。異なる世界観の衝突はどのような結末を迎えるのだろうか。
別のところで誇示しているけど、現在欧米の砲弾生産能力がウクライナへの供給量10万発パー月で、ロシアは25万発パー月。そもそも NATO 米軍の中古兵器を供与するはずだったのが、今では NATO 米軍の装備が枯渇したからウクライナへの供給が滞っているのが本当のところ。これの根本的な打開策は、ウクライナで代理戦争をしている欧米がロシアの戦時経済みたいにウクライナ侵攻のためだけに再三度外視して砲弾生産能力を増強する。かっこさすがに欧米には難しいだろうな。ぶっちゃけ今の欧米の状況は、欧米リベラルの勝ち負け基準を続けていると防衛費云々の話じゃ済まなくなっていて、戦時下レベルの兵器生産能力が求められているのが現実。